社長は福井生まれ。中学時代はブラスバンド部に所属していました。タブゾンビは鹿児島出身。小学生の時からトランペットを吹いていました。福島出身のミドリン、ドラムを始めたのは大学に入ってから。東京生まれの秋田ゴールドマン、やはり大学からウッドベースを始めました。元春は北海道出身。名門バークリー音楽院に留学していました。上生は広島出身。幼い頃から母親にピアノの手ほどきを受けていました。メンバーの中で最初に知り合われたのが社長とタブゾンビさんだったそうですね、はい、きっかけは何ですか？きっかけはもともと大学が同じで、ジャズ研で一緒だったんですね。サークルが派閥が 2つに分かれてまして、おしゃれ DJ 派と、はい、普通の汚いジャズ派Tシャツにジーパンの、僕はTシャツにジーパン派で、はい、で社長はこのおしゃれな DJ の、まあその時はね うん、そんなに、まあ、接点もなく、うん、いつから溶け合っていくわけですか？でこれちょっと話長くなるんですけどいいですか？端的にお願いします。一杯のかけうどんっていう、かけうどんでもねえか、まあ、うどん、うどん、学食のうどん、学食のうどんっていう話がありまして、で俺うどん食ってたんですよ。で社長もうどん食ってて、で俺はうどんの中でこの楽しみはかまぼこにある、俺はこのかまぼこは大好きなんだと、だからステーキでいうと横に乗ってるポテトが俺楽しみなんだみたいな、ね、感じで説明して、そしたら、あ、いいよ全然かまぼこぐらいあげるよってこいついいやつ。かまぼこもらって、うん、そっからですね。でもそれはきっかけですごい話すようになって、で当時僕は9人編成のファンクバンドみたいなのをやってて、で社長声よかってトロンボーンが吹けるんですね。でそれで MC とトロンボーンを頼んで一緒にやったりして、そっからだね。そっからですね、うん、でこのバンドでよし俺らプロ目指そうぜって言ったら全員就職するとか言い出して、学生の時そのファンクバンド、うわーとか思って、何もしてなかった俺たちみたいな、残ったのがこの2人でしたね、うん、ちょっと2人で何かやろうかって言って、うん、僕はトラックを作って、うん、その上でトランペットが吹くっていうところから始まりました最初はね、うん、でそれの流れでセッション六本木のとあるラウンジというかクラブで、うん、自分たちのイベントを打つことになって、でそこでDJ と絶対毎回ジャムセッション、生のセッションを入れようということで立ち上げたんだけども、一番キーポイントなのがその当時のいわゆるクラブにおけるライブ、だいたい2000年ぐらいだったんですけど、どうしてもね DJ とこのライブっていう見え方が別だったんですよ。 DJ で踊ってライブを見るものみたいな、なんかちょっと隔たりがあって、もっと同じ視点で音を提供できないかな、その DJ もライブも一緒になるようなイベントが立ち上げられないかなっていうことで、そのイベントが始まったわけですよ。でそれを始めた時に最初にまず緑に会ったんですよね、別のバンドで叩いてて、ドラムしか聞こえてこないんですよ、ドラムしか聞こえてこない、このドラム音でけえなと。なんかディストーションかかったような音を出してたんですよ、一発一発が。何ですかディストーション、歪んだなんか歪んだ感じのコーンってなって、ドバーみたいな、このドラムはすごいなと思って、ライブが終わってから、僕に話しかけてくれて、なんかいいねみたいな感じでこう話がいろいろあって、で今度なんかあった時にぜひ連絡するよみたいな感じのことを言われた1年後だっけ、でその六本木のセッションに誘われたんです。でその時に秋田ゴールドマンを連れてきたんだよね。そうそうそう、僕と秋田君も結構長いんですよ。大学のジャズ研同士の集まるライブみたいなのがあって、その時に別々の大学だったんですけど対バンで会って、でお互いなんか変なことやってるねみたいな、でそっから仲良くなったんですけど、でその時鍵盤もいたんですけど、今、まあ、別のバンドでやってる鍵盤のやつなんですけど、その人が元さんをボストンから帰ってくるすんげえサックスがいると。って言って連れてきてもらったのが元さん。面白いジャムセッションがあるからって誘われて、
遊びに行って、僕もその時いろんなとこ顔出してたんですけど、なんかあんまりこういいなっていうところがなかった。でそんな時に行ったセッションがすごい盛り上がってて、でそのコンセプトがやっぱ当時から今と一緒で、このプレイヤーサイドとこうオーディエンスサイドに壁がない、みんなでこう一緒に空間を楽しんでるっていうセッションがすごい健全だなと思って、これ音楽でしょうと思って、でその時に田部君に声かけられたんでね。そうで、こうちょっと窓際の方にこう呼ばれて、この小さいテーブルにね、二人でこう顔つき合わせて、あのポルシェとかフェラーリに乗りたくないですかっていう口説きものすごく口説き方してだからもうセッションすごいなんか楽しかったのに、すごいうさんくさいやつに捕まっちゃったなと思って違うかもって一瞬思ったんだけど、ちょっと騙されてみようと思って、んでね、スタジオ入るからちょっと来てよっつって、もうどうしても欲しかったっていうか、もうすごくて、当時はもうだって金髪のなんか白髪みたいなのになんかこんなサングラスして、何この人、空飛べそうな格好してる、ね、スーパーサイヤ人がいるみたいな本当に最後にこの鍵盤の佐藤女性が入るんですけど、もうこれはもう俺やってくれないと思ったんですよ。なぜならもう彼は結構もうジャズシーンですごい活躍してて、もう引っ張りだこだったんですね。みんな欲しがってて、で僕電話してジョージね、なんつった俺かかってきた、ね、メジャーデビューするんだけど、うん、フェラーリ乗れるからどうってもうメジャーデビュー決まってたんですか、うん、でそうマジでみたいなやるやるみたいな、でリハーサル行って、まあ、みんな知ってたんで、もともとどっかのセッションで出会ったりとかしてて、なんかやりたいねとか話したりしてて、その時どう感じたんですか、ジョゼさん。いや、やりたいなと思ったんで、でファーストインプレッションで決めないと失敗しちゃう方なんですよ、考えちゃうと。だから曲作りも一緒ですね、うん、だから初めに思ったことを大事にしてるっていうか、あ、いいと思えばもうやるっていうか。こうして2001年、ソイル&ピンプセッションズ結成。各地のクラブやライブハウスのイベントで怒涛のライブパフォーマンスを展開します。そして2003年、主催者の強い推薦を受け、フジロックフェスティバルに出演。まだ1枚の CD を発売していないバンドの出演は異例の出来事でした。